ナンバー・アイの新たな舞台、平野ノシとトベが送る2024年のエンターテイメント。今年の元日、エンターテイメント界に激震が走ります。滝沢秀明氏のエンターテイメント会社、トべが総力を挙げて送る、平野ノ岸優太神宮寺優太による新グループ、ナンバー・アイが、待望のデビュー曲を披露目します。それだけでなく、新年早々や、 彼らの意気込みが詰まった特別な生配信も予定されているとのこと。戸部は、平野、騎士、神宮寺が旧ジャニーズ事務所の金プリを脱退し、10月に結成されたナンバーアのデビューに向けて、独自のサプライズ戦略を駆使しています。そして、その第一玉が、2024年3月に行われる東京ドームコンサートです。このコンサートでは、 ナンバー I のデビュー曲がお披露目されることが期待されています。一方で、旧ジャニーズ事務所の影響で今年の年越しコンサートが中止され、その代わりに複数のグループが生配信を行うことが告知されています。これにナンバー I も加わり、年を越す瞬間にデビュー曲を配信リリースするという驚きの計画が浮上しています。 この企画は、長瀬廉さんと高橋海人さんキンプリを筆頭に、他のグループとの激しい配信戦争に発展しそうです。戸部はファンを喜ばせるために常にサプライズを仕掛け、ナンバー I もその流れに乗りつつ、新たな形での再スタートを果たす決意を感じさせます。2024年はナンバー I と戸部の年になること間違いなし、デビュー曲の期待度はもちろん、 東京ドームコンサートにも大いなる注目が寄せられています。ファンは、歳の初めからナンバーアイとトベのエンターテイメントで心躍ること間違いなしです。本文、ナンバーアイが日本のエンターテイメントシーンに新たな波を巻き起こす準備を整えています。その舞台裏には、トベというエンターテイメントの巨人が操るサプライズと情熱が渦巻いています。 今年の3月、東京ドームで行われる戸部主催のコンサートで、ナンバー・アイがデビュー曲を披露することが期待されています。この東京ドームコンサートは、戸部が所属するアーティストたちの熱狂的なファンにとっては、待ちに待ったイベントとなることでしょう。ナンバー・アイは、平野志洋、岸優太、神宮寺優太という豪華なメンバーからなるグループで、 彼らのデビュー曲はファンの期待を一心に背負っています。とべはそのサプライズ戦略で知られ、今回もファンたちに驚きと感動を提供することでしょう。とべが率いるナンバー I は旧ジャニーズ事務所からの脱退組でありながら、その存在感と才能によって早くも注目を集めています。 しかし、それだけでなく、ナンバーアは新たな年を新曲とともに迎える計画も進行中です。2024年元日の深夜0時、ナンバーアはデビュー曲を PV とともに配信リリースするというサプライズが明らかになりました。このタイミングでの新曲発表は、他のグループとの配信戦争に発展しそうな予感が漂っています。 長瀬廉さんや高橋海人さんら旧ジャニーズ事務所出身のアーティストたちも同様に新年早々にファンに新しい音楽を届ける計画を進めておりエンターテイメントシーンにとって興奮の敵となりそうです今年の年越しコンサートはジャニーズ事務所の影響で中止される中戸部主催の生配信が注目を集めていますこの生配信には ナンバー・アイだけでなく、スノーマンやキング・プリンスのなど複数のグループが参加し、視聴者に特別な時間を提供する予定です。特に、各グループが異なるメディアで生配信を行うため、視聴者は複数のチャンネルで彼らのパフォーマンスを楽しむことができるでしょう。トベは常にファンを驚かせる手法を用いナンバー・アイもその伝統を引き継いでいます。 飛べはナンバー i の結成時から彼らにとって特別な瞬間を演出しており、その絆はファンとの結びつきを一層強化しています。飛べはナンバー i にとって新たなスタートを切る舞台を提供し、ファンたちに感動的なエンターテイメントを届ける覚悟を見せています。ファンはナンバー i が新たな年を迎える瞬間に向けて期待と興奮を募らせています。 そして、その期待が2024年をナンバー・アイと飛べの年にする力となることでしょう。デビュー曲の発表や東京ドームコンサートでのパフォーマンスに対する期待は高まるばかりであり、これからの展開がますます注目されています。ナンバー・アイと飛べの新たなエンターテイメントが、 ファンの心を魅了することは確実であり、2024年は彼らにとって輝かしい一年となることでしょう。ナンバー・愛とトベは2024年をエンターテイメントの新たな時代と位置づけ、驚きと感動に満ちた興奮をファンに届ける準備を整えています。東京ドームコンサートや新年の生配信を通じて、 彼らはファンとの結びつきを一層強化し、新しい挑戦に向けた強い意志を示しています。デビュー曲の発表やコンサートでのパフォーマンスが、エンターテイメントシーンに新たな武器をもたらすことは確実であり、ファンはナンバー、I とトベの活動に期待と興奮を募らせています。2024年は彼らにとって輝かしい年となり、 日本のエンターテイメントにとっても新たなる光を放つことでしょう。も